んにちは、カップ麺レシピアクタです。今回いただくのは明星食品明星東京デザイン専門学校コラボガーリック香るペペロンチーノ風混ぜそばになります。長い。2019年に立ち上がった産学協同の明星デザインプロジェクト、久々の商品化、女性も食べられるライトな混ぜそばということですけれども、おしゃれな感じでいただきます。今回もいただきます。明星食品東京デザイン専門学校コラボガーリック香るペペロンチーノ風混ぜそばでございます。はい、それではまずは一口いただきます。めっちゃお腹空いた。美味しそう。麺が細くて、これパスタじゃないんで混ぜそばなんで、この麺でもいいんでしょうね。麺が細めで他の食材の刺激が強くないですね。オイルもニンニクも唐辛子も結構控えめなんで、麺の味が結構目立ちます。はい、麺の美味しさが目立つ感じ。そこにアクセントで辛み、ピリッとした辛みとニンニクの風味とオイルがあるって感じですね。主役が麺っていう感じのバランスです。はい、刺激ではないです。本当にガーリック香るってありましたけど、本当そんな感じです。ガーリックガツンではない。ガーリック香るってそんな感じです。はい。あ、二口食べちゃった。まあいいや。はい、それでは。この商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント。はい。まずは、東京デザイン専門学校との共同開発、明星デザインプロジェクト第3弾。はい。これちょっと後ほど、ちらっとお話しできれば。はい。次、デザインの手に取りにくさを解消する昭和レトロなパッケージ、これ成功してるかもしれませんね。最初にこの商品の写真見たとき二度見ぐらいしました。はい、次、ガーリックが香るペペロンチーノ風の味付けにほんのりバター風味を効かせたコク深い濃厚な味わい。あ、これバターの感じが入ってんのか。あんまり強くはないですけど、ほんのりって感じですかね。どういうこと？おしゃべりしながらいただきます。濃厚っていうワードってどうなんでしょうね。いろんなところで濃厚って聞きますけど、まあ人それぞれなのかな、ちょっとわかんないですけどね。確かにそう言われれば、バターあります、ごめんなさいって感じです。はい。ちゃんと感じます、ちゃんと。このまろやかな感じ、バターだ。ちゃんと言いました。優しい味付け。最初にそのパッケージ見て栄養成分表示を見た時に、塩分相当量結構少ないなと思ったんですよね。 3.7g しかない。で、普通混ぜそばだったら 5g でもかなり少ない方、下手すれば 8、9 いっちゃうんで、ずいぶん塩分少ないねと思ったんですけど、この優しめだったら確かに塩分少なくて、優しい。
はい、それでは明星デザインプロジェクトのお話をちょっとさせていただく。明星さんのプレスリリースによりますと、今盛んに言われている SDGs ですね、持続可能な開発目標、この中にはいろんなテーマがあるんですけど、そのうちの一つ、パートナーシップで目標を達成しようという目標がありまして、そのパートナーシップとしてデザイン学校と産学協同による目標を達成しようということを肩頭に発足したプロジェクト、これが明星デザインプロジェクトだということでございます。はい。立ち上げは2019年で、2020年に2つの商品が同時に出てるんですね。メキシカンナチョスヌードル、それからメキシカンナチョス焼きそば、でこの2つの商品が出てます。今回のコラボが第3弾ということですね。で、東京デザイン専門学校とのコラボのやり方なんですけど、これもリリースの内容を読むと、デザインを起点に商品をデザインするっていうアプローチを取ってるみたいです。もちろん商品を開発するときには中身、美味しいものから先に行くパターン、そこにパッケージをどういうふうにデザインしようかねみたいなパターンもあれば、まずは形から入るパターンですよね。パッケージだとか、あるいはどこのブランドで何の商品をしようか、そこに開発した商品を合わせていくっていうアプローチもあるんで、おそらくパッケージ先行でそれに中身を合わせていくっていうスタイルで商品開発したんだと思うんですけど、リリースの内容なんか読んでますと、混ぜそばのパッケージとかだとやっぱり女性が手に取りづらいっていうことを意識されてたようで、女性がお求めになるときに手に取りづらさっていうのを解消しようというところから多分入ったんじゃないかな、そんな感じがしております。女性を視野に入れてるからか、もちろん刺激も抑えめなんですけど、量も抑えめです。はい、はい、残りこれだけになってしまう。一気にいただきます。はい、ごちそうさまでございました。パスタと違って細めの麺、というまあ歯ごたえ、噛み応えとかの方向ではなくて、麺そのものの味を楽しむタイプですね。そこに優しめの唐辛子、ニンニク、オイルといったところがあって、いや、言われてみればバター結構目立ちます。うん、確かにバターの分結構目立ちます。ということで、美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回は明星食品明星東京デザイン専門学校コラボ、ガーリック香るペペロンチーノ風混ぜそばをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、万人受けしそうなおとなしい商品という感じです。ありがとうございました。美味しくいただきました。女性を意識した商品というのが食べても感じられましたね。刺激も量も控えめで、麺の細さなどもそうなんでしょうね。何の心の準備もなくスーッと食べて、ある程度の満足感を得られる万人受けしそうな商品でした。別の見方をすると、とんがった部分がないので中毒性とか癖になっちゃうような個性がないとも言えるかと思います。なのでリピーターと言われる方がたくさん生まれるかどうかちょっとわからないですね。というわけで、今回は明星食品明星東京デザイン専門学校コラボ、ガーリック香るペペロンチーノ風混ぜそばをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。
カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。